れ続けるのも飽きたので、あの人漁夫の利。お前、あっこ一問さ開けとく？やるな誰か。言わざる聞かざる、僕をなざる。はいどうも、ほらこんにちは、スナイカイブです。今回もスカイウォーズやっていきたいと思います。このマップか、このマップ苦手なんだよな。まあいいけど、はい、ではね、今回もスカイウォーズやっていくんですけども、なんかね、みんなスカイウォーズ実況者で意外となんか普通にプレイするというよりなんか縛りだったりしてるので、僕もこれからそういうのをやっていこうかなと思うんですけども、はいね、まあとりあえず今のところは適当に雑談しながらやるみたいな、そんなノリでやってますけど、本当にね、新しい環境に全然まず慣れないので、いいね、え、強い強い、全然強いね。皆様、バレンタインはこういうのは一回引いて回転しながら、あ、M はゴミだから許してね、もう死ぬでしょ。 OK、 プロテクション5、いいね。皆様、さっきも言ったバレンタイン、どのようにお過ごしだったでしょうか。僕はですね、まあ、毎年恒例なことなんですけども、一つももらえず、お家で、自宅で、ゲームをして終わりました。まあね、甘いもの苦手だから別にいいんだけどね。あー、角砂糖うめえ。おう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 。ちょっと、うさばらしに、スカイウォーズ。で、今回ちょっと目標ないからさ、目標ないっていうかさ、みんなみたいに、その実況者みたいに決めてないから、あ、全然当たんない、あ、全然当たんない、嘘でしょ、ちょっと待って、ヌーブかよ、マジでどうしちゃったんだ。あれ、今まで死なない、あと2人。ちょっと俺今目標さ5キル、前回4キルだったんで今回5キルにしますって言おうとしたのに、あと1人しかいないからさ、今3キルでしょ。別の目標作らないといけなくなっちゃったじゃん。あれ絶対普通にやったら死んじゃうから、ちょっとシャレオツに殺したいよね。そうだね。どうしよっかな。どうしよっかな。どうやって倒そう、まあ、とりあえずリフィル待ちますか。エンダーパールですって、エンダーパールですって、これ思いついちゃいましたよ私。投げて、あ、間違えた、あ、全然うまくいってない全然うまくいってないし、しかも自分もダメージ受けるっていう、何これ。やり直し、爆発してよ、やっぱり爆発だわ、やっぱ見せてやるぜ、いつだって。下手くそすぎ、笑った。下手くそすぎ、笑った。うまくない、マジでさ、実況者の人どうやってやってんの。某クロス、どうやってやってんの。もういいわ、普通に戦いに行くわ、勝てるでしょ。お疲れ様でーす。はいはい、 GG、 何もできなかったじゃん結局ネタ絞ったけど何もできなかったわ。やっぱ即興ダメだな、即興。はい、というわけでもう一戦ぐらいいっとく。ブーン、ちょっとケミオの真似してみたかったんだよね。はい、というわけで2試合目やっていきたいと思います。本当に PVP 力落ちた。痛い。いきなり反抗的な子が外にいるんだけども。でもなんでさっきからさ、もう3連続4連続ぐらいでさ、レギンスが来ないんだよね。超イリテイトだよ、これは。おっと、危ない。もうマジで劣ってるわ。
最近ずっとね、あの身内でサバイバルずっとしてるんですけども、ヘロー、オッケー、いやマジでアップル使わなかったのに本当に感謝。そう、ずっとサバイバルやってるんですけど、バージョン 1.10 一番最新のやつちょっとねやってみてて、まあ一応ね今のところボスはもうエンドをクリアして、まあいいですね、まあ、動画撮ってないんでね、そこを撮りたかったんですけども、ちょっと普通に楽しみたいっていう面もあったので、でねやばい喋れない、なんて言ってたっけ、そう言って剣がこの連打すればどうにかなるみたいなあれじゃないんですよ。あ、エイムひどいマジでエイム化け物並みにひどいじゃん、どうしちゃったんだろう。そう、それのせいでね、もう変な癖がついたんですよね。ポンポンポンと殴っていく感じじゃないですか。あの 1.9 からかな、なんか殴り方の変更があって、おーっとびっくりした、めっちゃびっくりした、穴かと思った、アナルは恋の落とし穴なんつって、あ、これやばいな。残り1人キル数ちょっと5キルぐらいやってみたかったんだけどな。あ、ここに1人いるね、なんかずっと引きこもってるじゃん。俺のバレンタインデーかよ俺のバレンタインデーなんだけど、あれちょっと待って、そんなおもらんといてなんならさっき失敗した俺 TNT バッカーをやってみたい。なんかすごい持ってる、やってみたいけど、ちょっとさっき失敗した俺マグマのやつやろう。よいしょ、あ、ピッキルがない、あったジョー、ちょリフィール来るまでここで待機ってなかなか怖いんだけど、ちょっとよく作っとこう。あ、上がってきちゃった、あーできちゃった。はい、仲良くしよう。ちょ、俺この子とさ、バレンタインチョコちょうだいって言ってみよう。ああ、バカ、お前本当に怖いからさ、おお、やっほー、いやマジ反抗的、俺にチョコちょうだいよ、おい、ガール、ちょっと待って、慌てるんじゃないって。チョコレートプリーズ。チョコレートプリーズ許さんマジ許さんねこいつ、ぶち殺してやる。あ、なんか喋んなかったひどくね、俺のバレンタインチョコは毒なんですか悲しいんで加藤隆の名言言いたいと思います。コンドームつけないやつは挨拶できないのと同じ。では